10年前の今日がインターネット選挙運動解禁の日でしたこんばんは原田健介です今4月19日の夜の8時過ぎにこの動画を撮っています Facebook の,あの何年前のあなたの投稿です昨日が教えてくれたんですが10年前の今日2023年なので2013年ですね2013年の4月19日に日本でインターネット選挙運動が解禁をされたと、まあ、法律で公職選挙法 選挙に関する法律が変わったたとということを教えてくれました実はあの私10年前大学を卒業して NPO 法人を立ち上げてまあアルバイトをしながらいろんなこう若者と政治をつなぐという活動を奔走していました、まあ、その時にもう一つやっていたのがこのインターネット選挙運動を解禁しようというキャンペーンですいや10年前わずか10年前なんですが実は当時選挙中にインターネットが全く使えないそんな時代でした今では当たり前になっている選挙中に候補者が SNS を更新をして活動の様子だったり演説のダイジェストなんかあるいは政策を皆さんに訴えることもできないあるいはまあこういうふうに動画を撮って選挙中に動画を皆さんに拡散をしたりとかあるいは YouTube ライブインスタライブそういうことをすることが全くできなかったのがわずか10年前の日本まあもちろん10年前と今でスマホの性能だったり SNS の中身だったり使い方だったらいろいろ変わってはいますが それでも10年前皆さん思い出していただけるとおそらく私と近い世代、まあ、かなり多くの世代の皆さんは手元にスマホがあってそして SNS を日々使っていて、まあ、スマホだったりインターネットだったりの情報収集とい,と,ということが日常だった時期ですでもその時にも限らずインターネットという特には若い世代に強い武器が全く選挙という非常に大事な大事な社会の行方を決める場で全く使えないという状況を これはおかしいだろうということで変えようと、まあ、私も思いそして多くの仲間と一緒に1年間ぐらい「ワンボイスキャンペーン」という名前のキャンペーンを組んで活動していました、まあ、その詳細なんかはあの今日あの更新をした僕のブログノートにも書いたのでそちらを見ていただければいいなと思いますがやっぱり政治は変わるんだということをお伝えをしたいと思っていますし、まあ、自分自身にも改めて言い聞かせたいと思っています。 政治がどう変わるかは分かりませんあの。自分の望むように変わることもあれば、自分の望みと全く違うふうに変わることもあります。でもやっぱり政治は変わるんだと思います。しかもそれが一人一人の声で、まさにワンボイスキャンペーンということに名付けたんですが、一人一人の声が集まれば、政治が変わることだっていろいろあるんだし、これまでもあったんだし、これからもあるんだと私は信じていますし、実際にそうだと思っています。 もちろん真逆にこうどこかわからん鶴の一声でガラッと望んでないように変化が動くこともあればあるいはこう一人一人がこう声を集めてわーって変わる兆しが出てきたことをまあ何かの権力なのかよくわからない誰かがそれをズバッとこう全部台無しにしてしまうようなこともありますしまあ全体で見れば昭和の時代の政治のままで政治全体は大きく変わってない。 人口減少少子高齢化社会なのにいまだに人口が伸びていく前提の社会保障の仕組みだったりが残っているから結局現役世代とか月の世代の負担が増えてそして今支えられるであろうと思ってきたはずの高齢者の皆さん若い頃に高齢者になればいろんな制度で支えられると思ってきた高齢者の皆さんの生活が厳しい方も多くいらっしゃるこういうまあ全体的に見れば政治が社会の変化に対して あまりにも変化をしてない政治が変わってないという状況だと思うんですけどでもそれでも政治は変わるんだと私は思っていますしその政治を変えるんだという動きを引き続きまあ今の立場であれば次の衆議院選挙で当選を目指すという立場ででありますが続けていきたいなと思っていますぜひとも皆さんのいろんな声いろんなご意見もお寄せください原田健介でしたありがとうございました